女の人しか入学してない大学日本である？これは2番目の日本の大学のシリーズのビデオです。3つのビデオに分かれているので、1つのビデオを見逃さないようにぜひ登録してくださいね。それでは早速始めましょう。カリブ海から来たウッドオークだ。あいよ、皆さん、ジュアン君です。で、今日もアヤといますよ。じゃあ、アヤの大学の特性は何？実は私は女子大学に通っています。これは、女の子しか入学できない大学になってます。でも最近はあのジェンダーのことについて、うん、日本も結構頑張ってるので、うん、例えば見た目は男性だけど心は女の子とか、そういう人の入学もどんどんあのできるようになってきてます。うん、そうなんだね、はい、けどなんで女子大学に入学しようと思ったの？私は実は、他に行きたい大学があったんですが、うん、あの試験に合格できなかったので女子大学に入ることにしました。でも本当は私は高校の時はラグビー部のマネージャーやってたので、うん、男性ばっかりいるんだね。そうだから一気に男性ばっかりのところから女性ばっかりのところに行きました。そうなんだね。だから女子大学に入学しようとしたわけではないんだね。そうそう。で、そういう大学で特別なルールある、うん、いやもちろん男の子が入っちゃう、ね、もちろんだね。で、やっぱり女性しかいない分、うん、セキュリティがすごいある。例えば警備員がたくさんいたり、もし変な人が大学に入ってきた時に守れるように、うん、そう、多分セキュリティがたくさん。そうだね。3年間この大学で勉強して、うん、男性に対して影響を与えるかな、うん、やっぱり女子大いるからあんまりその男の子と会わない、うん、高校の時よりも、うん、で高校の時はやっぱり男の子は幼稚、うん、ちょっと幼いから、例えばその外見とか見た目とかに対して女の子にデブとか、あ、なんかブスとか、うん、そういう声をかけたりとかするけど、うん、なんか大学生になるとみんな大人になってそういうことを言わなくなるんだけど、うん、なんか高校の時の記憶で止まってるから、同い年の男性がどういう考え方をしてるのか、うん、あんまり分からない。分からないけど、男性の友達いるね、うんうん、だからそういう男性と普通に、行動してるね、うん、でも私の大学はその中学も高校も大学も女子だけの学校に行ってる人がいるから、うん、その人は男性が怖いって言ってる。怖いぐらい、うんうん、だって中学だから13歳の時から21歳とかまで、あのずっと周りに女子だけ、うんうん、で知ってるのはあの家族のお父さんとかお兄ちゃんとか弟とかの男性だから。今個人的な質問するんだけど、あやは、そのこの大学に入った時から彼氏できた？あ、できた。できた。その彼氏どう思った？なんかあやがそういう大学を通ってる。あ、別に、あ、問題はなかった。行ってみたいって言われた。行ってみたい。ダメでしょ。そうダメだけど、元彼はフランス人だったんだけど、うん、そうフランスにはやっぱり珍しい女性だけの大学が、私が女子大に行ってるって言ったら、うん、行ってみたいって。そっか、そうっすか。で、次の質問なんだけど、外国人の友達は大体どう思う、それについて。変。変って言ってる。楽しくなさそうとか、やっぱりそのパーティーとか仲良くなるとかはやっぱりその男の子がいた方が盛り上がるし、でも、うん、その私たちの大学にはサークルがあって、うん、でそのサークルっていうのがその大学を超えて違う大学の人たちとなんか同じ趣味のことをやるの。うん、例えばそのスキーとかテニスとかが好きな人たちはそのテニスサークルとかスキーサークルに入って、そこの中で違う大学の人たちと交流する。うーん、だから、うん、つまらないわけではない。だからほとんど私の大学の友達はそういうサークルの中で彼氏を作ってる。分かった分かった。別な質問なんだけど、先生は女子か男子か、うん、やっぱり女子大は女性に対しての教育をめっちゃしてる、たくさんしてるから、もともとはいい奥さんになるために、うん、なんかその料理とか、 なんか洋服を作ったりとかそういうしないといけない、そういう勉強をめっちゃする
あの学校だったから女性がまあ多いけど、でもなぜかそのネイティブの、うん、そう例えばフランス語の授業、英語の授業とかの先生はなんか男の人が多い。ねえ、だね、そうだね。そう、理由わからないんだけど、そう理由わからない、うん、そでもだからいつも見てて、あ、あの先生ハーレムその先生だけ男、うん、で学生は全員女。そうなんだね。そうで、日本人の綾の日本人の友達はどう思う？普通と思うとか珍しいと思う？いや、日本の場合はその女子大があることは珍しくない。でもすごい少ない、うんうん、だからなんか 少ないけどでもある。例えば中学も高校も女子だけの学校があるから、じゃあみんな分かってるで、 そんなにびっくりしてない。そう、でも驚くのが中学と高校は男子だけの学校があるんだけど、大学では男子だけの大学ない。あ、ない、うん、な理由知ってる？なんで？いや、わからないけど、でもなんか、まあ、私が個人的に思うのは、うん、なんか男子だけになっちゃうと、もし暴れたりとかしたら誰も止められない。あ、なんか喧嘩があったら、わかんないけど。あ、そうだね。女子大学しかでいられないことは何？普通の大学と比べたら。一つはやっぱり女子大学は女子しかいないから、うん、なんか髪の毛ぐちゃぐちゃでメイクしないで。あ、大丈夫？大丈夫。あ、たまに寝坊とかして、うん、あの、あ、やばいってなった時、パジャマみたいな格好で髪ぐしゃぐしゃで行く、うん、そっかそっか。で、友達に、あ、今日寝坊したんだって言われる。そのぐらい、そのぐらい。けどみんな判断全然してない。それはない。確かに。そうそうそう、男性が言ったら絶対、あの子が恥ずかしい、うんね、それもおかしいけど、多分フランスとかの方がメイクしてない女の子多いイメージがある、うんね、うんうん、でも日本は高校まではダメって言われる、先生に。オッケー。化粧してきたらなんか取りなさいとか。でも大学になった瞬間にお化粧しなさいみたいな、とか、あとは会社、社会人になった時も、うんうん、なんかマナーとしてメイクをしなきゃいけない、ね、なんかお客様を尊敬するため化粧しないといけない。そう、でもそれは今問題になってるから、うん、まあもしかしたら将来変わるかもしれない、うん、質問があったらコメント待ってます。来週の動画なんですけど、面白く日本とフランスの大学の違いを見せます。だから絶対見てくださいね。ありがとう。